令和2年11月8日、草千里までの坂道をランニングと自転車で競う、ランライド阿蘇ヒルクライムのモニター大会が阿蘇市で開催されました。この大会は、阿蘇ヒルクライム実行委員会が主催、来年以降本格的に計画中の阿蘇ヒルクライム大会を実施するにあたり、 運営方法などの確認を行うためのモニターツアーで、ランニングの部に166人、自転車の部に34人が参加しました。午前6時半から9時までコース上を全面通行止めとし、午前6時半、阿蘇市町の合図でランニングの部からスタートしました。コースは、阿蘇憩いの村から草千里展望所付近までの 高低差592メートル、距離11.1キロで、参加者たちは山上までの急な上り坂を全力で走り、体力の限界に挑戦していました。それぞれの入賞者はご覧の通りです。